零零七トゥモローネバー大は、ロジャース・ポティス・ウッド監督のスパイアクション映画。1997年公開。英国諜報部未録の諜報員零零七こと、ジェームズ・ボンドが活躍する零零七シリーズ第18作。米国では、ゴールデンアインの収益を上回り、1997年の映画の世界興行成績で第4位を記録した。イギリス諜報部未録は、 ロシア当局と合同で、ロシア国境における武器取引マーケットの調査を行っていた。侵入したボンドの撮影した映像から、大量の武器と日本人テロリストのイソクラサトシや、アメリカ人のテロリストのヘンリー・グップタをはじめとする危険人物が集まっていることを確認したミロクは、ロシア側の合意により、イギリス海軍艦艇からの巡航ミサイル攻撃を行う。ところが、 市場の商品の中に核魚雷があることが判明。ミサイルは母艦から距離が離れすぎていたため自爆電波が届かず、ボンドには退避命令が出される。だが、ボンドは命令を無視して核魚雷を搭載した戦闘機もろとも確保して飛び去り、チェルノブイリ以上の核汚染は阻止された。しかし、この代償に会場にいた危険人物の一人、ヘンリー・グップタは逃走してしまう。 その後、南シナ海の中華人民共和国の沿岸の公海上を航行していたイギリス海軍の23型フリゲート HMS デボンシャーが中国人民解放軍空軍のミグ戦闘機による領海侵犯の警告を受けた後に魚雷攻撃を受け撃沈された。同時に中国人民解放軍空軍のミグ戦闘機も撃墜された上に脱出したフリゲート艦の乗組員たちは 謎のステルス艦の乗務員に中国製の銃を使って皆殺しにされた。HMS でボンシャーは実際には中華人民共和国の領海内を航行していたにもかかわらず、なぜか領海から離れた公海上を航行していたと艦内のレーダーには表示されていた。また同時にシンガポールの弥勒支局は不可思議な GPS 電波が発信されていたことを掴んでいた。さらに、 HMS デボンシャーからの公開場で中国人民解放軍空軍機の攻撃を受け撃沈されたとの伝聞を受けたばかりのイギリス国防省と M さらに首相らが事実関係の確認に追われている最中にもかかわらずなぜかカーバーメディアインターナショナルの総推でメディア王のエリオット・カーバーが発行するイギリスの新聞トゥモロー上に公開場を公開する イギリス海軍艦と中国人民解放軍のミグ戦闘機が交戦し、撃沈され乗組員が虐殺されたという記事が掲載された。トゥモローが伝える HMS デボンシャーの公海上での撃沈と乗組員の虐殺に激怒したイギリス首相は、イギリス海軍艦隊の中華人民共和国への派遣を命じるものの、トゥモローの早すぎる記事の掲載と、 不可思議な GPS 電波の発信に疑問を抱いた。M はこれに抗議し、これを受けて首相は、艦隊派遣の48時間の保留と保留期間内の事実関係調査を命じた。M はボンドをカーバーのパーティーが行われるハンブルクに派遣する。以前に関係があったカーバー夫人パリスから情報を得たボンドはカーバーの出版ビルに潜入。実はカーバーに雇われていたグプタの部屋から、 レーダーの座標を狂わせる GPS 暗号機を奪う。その場を脱出しようとしたボンドはパーティーの席で新華社通信の記者と偽っていた中華人民、共和国国外安保隊員、ウェーリンと鉢合わせする。侵入者に気づいた警備員たちから追われた末に二人は別々に脱出する。ボンドとパリスの会話を盗聴したカーバーの激凛に触れたパリスは カーバーに依頼された殺し屋ドクター・カウフマンにホテル、アトランティークで殺されてしまう。ボンドはカーバーからの電話で示唆されたホテルの部屋で、パリスの遺体と対面を果たし、真珠を装って、カウフマンに殺されそうになるが、一瞬の隙をついて、カウフマンを倒す。その後、カーバーの部下たちに追われ、ボンドカーを駆使した、カーチェイスの末に脱出を遂げる。ボンドは、 CIA のジャック・ウェイドの協力で沖縄県のアメリカ軍の基地からデボンシャーが沈んでいることが判明した南シナ海へ向かう。沈没したデボンデイアーの艦内でボンドはウェイと再会するがカーバーの手下に捉らえられてベトナムの最後にあるカーバーメディアインターナショナルの支局に送られてしまう。そこで中国のチャン小軍と組んでいたカーバーの口から偽の GPS 電波で HMS デボンシャーを中華人民共和国の領海におびき寄せた上に HMS デボンシャーと中国人民解放軍のミグ戦闘機を自らが所有するステルス艦によって撃沈、撃墜したこと、さらにデボンシャーから盗み出した巡航ミサイルを用いてステルス艦で北京を攻撃し、情報操作で両国間の戦争を演出して大きな利益を得る計画が語られる。 なんとかカーバーの元から脱出した二人は、協力して彼が所有する、ステルス艦に潜入。二人は発見されて、ウェイが捕まってしまうが、ボンドが艦の外反を破損させたことで、近海にいた、英海軍23型フリゲート、HMS ウェットフォードはステルス艦を捕捉し、中国軍領海の下で砲撃を開始。ボンドは、乗組員との銃撃戦の後、 逃亡しようとしていたカーバーを、ステルス艦に搭載されていた魚雷で押し潰して、殺害する。そして、ウェイを人質に取った、カウフマンの部下スタンパーの抵抗を制し、デボンシャーから盗み出された巡航ミサイルに爆弾を仕掛けることに成功。スタンパーごと巡航ミサイルとステルス艦を爆破した。報告を受けた M は、カーバーは、会場で死亡、自殺である模様と、 情報操作するよう手配するのであった。主人公のピアース・ブロスナンアメリカの女性シンガー、シェリル・クロウが起用され、同タイトル曲を歌った。イギリスのミュージック・ウィーク市では、最高位12位を獲得した。さらに、同サウンドトラックアルバムに収録された、モービー演奏のテーマ曲ジェームズ・ボンドテーマが、ミュージック・ウィーク市で最高位8位を獲得しているが、アメリカでは、 どちらもチャート入りを果たせなかった。なお、同サウンドトラックアルバムは、アメリカのビルボード誌アルバムチャートでは、最高位197位だった。また、主題歌候補として、パルプが、ドゥモロー・ネバー・ライを歌っているが先行で敗れた。映画の評判はまちまちで、映画レビューコレクションのウェブサイトである、ロッテントマトズは58%の評価を、 類似のサイト、メタクレティックは52%の評価をつけた。シンネマスコによって実施された投票では、映画に A から F のスケールで A マイナスの平均等級を与えられた。シカゴサンタイムズ、ロジャー・エバートは4つ星の3を与え、もう少し現代的で、通常よりも最もらしい悪役が登場し、時々面白い場面がある。 映画には、いつもよりも微妙な風刺が見られたと評した。評論家、ジェームス・ベラーディネリは、多くの都市で、最高のボンド映画都市、ブロスナンについて、柔らかな自信を持ち、ショーン・コネリーに非常に似ている。と記述した。しかし、ロサンゼルスタイムズ、ケネストゥランは、この映画は、以前のボンド映画とはほとんど変わらないと批判し、評論家、チャールズ・テイラーは、 サイトサロンドットコムにこの映画は非人道的なものだと書いた。シェリル・クロウが歌ったタイトル曲はゴールデングローブ賞ベストオリジナルソング映画と映画またはテレビのために特別に書かれたベストソングのグラミー賞にノミネートされました。またこの映画はサターン賞で4つのノミネートを受けた。キングレコードから発売の特別版 DVD には フジテレビ版とテレビ朝日版の2バージョンの吹き替えを収録ありがとうございます。